というところです。で、丸9、テストマーケティング型なんですけども、これはそうは言っても、ね、いろいろこうやってきたけども、そうは言っても、石橋を叩きながら行かないと、小さい会社の方がお金ないんだから。だから、ちょこっとテストマーケティングをしながら、この商品は売れっかな、サービスは売れっかなっていうのをちょっと試して、やってみて。で、まあ、いけそうだったらそこにドカーンとかに入れましょうかっていう。いきなりドカーンとやんないで、ちょこちょこってやりましょうっていうのがテストマーケティング型っていうやつなんですね。で、これも非常に僕役に立ちまして、これがブログだったんですね。例えば僕の場合だったら。ブログ、ツイッター、フェイスブック。これタダですから。で、ブログとかツイッター、フェイスブックに投稿をして、記事を書いて、今度こういう商品作ろうと思ってるんですけど、どうですかみたいな感じで。それが欲しいですって言ったら、あ、これはいけそうだな。だから DVD 作ってみるとか。そこから商品書いて発送するとか。いうことで、この順番にしましたかね。9つの戦略を学んでから。商品と売りの順番を2年前までは最初にこっちだったんですよ。とにかくいい商品作ろうということで、いい講座を作ろうということでやって、で、次に売りだったんですね。この順番だったんですよ。まあ、職人派なんだけど、とにかくこっちの追求に時間かなりかけちゃうんで、ほっとくと。年がら年中ずっと商品サービス作りやってますからね、うん、でもこれじゃダメだなってことが分かって、まずこっちにしちゃって、どういう商品欲しいですか、どういう悩みを持ってますかってことをブログで聞いちゃって、 Facebook で聞いちゃって、 Twitter で聞いちゃって、でこういう悩み持ってますよ、こういう商品欲しいですよっていう声が集まってくるんで、じゃあそれ作るかいう発想ですね。これでやったら結構うまくいくようには回るようにはなりますよね。無駄もなくなりますしね。要するに自分がいくら商品いい商品だと思っても相手がいらねえよって言ったら絶対売れないんで、まあ、逆に言うと自分がなんだこんな商品しょうもねえなと思ってても相手が欲しいって言ったらそれ売れちゃうんですよね、まあ、そこはジレンマになっちゃいますけど、だから先生ありがとう方がいいんですよっていうことですよね。それがありがとうだったらね、まあ、ワンステップでまず悩みある人がこう来ますよね。で、悩みある人の話を聞いて、で、その打開策を一緒に考えてあげて、で、時には自分の扱っている商品サービスには該当するやつがないかな、隣のお店を紹介するとか、うちで買うより向こうの方がいいよ、安いし、つって、うちに商品ないし、そういう商品がないから紹介しますよ、つって、時には紹介してあげる。これがサンキューマーケティングって言うんですよね。サンキューマーケティング。J. エブラハム、エブラハムって忘れました。ちょっと名前忘れましたけど、なんかアメリカのコンサルかなんかの人のマーケティングですよ。サンキューマーケティングっていうね、うん。とにかく相手の立場に立って、つまりお客さんの立場に立って、その人の悩みを解決するような打開策を一緒に考えてあげて、で、時には自分の商品サービスに該当しなかったら、もっといい商品サービスを紹介してあげるっていう。でそうすると、その時には自分 の収益には合わないんだけども、でも必ず返ってくると。ありがとう、つって。自分には儲けにならないのにありがとう、みたいな。紹介してくれてありがとう。本当によかったです、つって。誰が医者だったら、ちょっと心臓が悪いから、あ、心臓がお宅悪そうですよね。うち心臓じゃなくて、整形外科やから。だから心臓はちょっと手術できないし、はい、ちょっといい医者紹介しますって紹介してあげて。で、心臓は治った。で、その後こけて、息子が例えば骨折したと。そしたら来ますよね、整形外科。だからサンキューマーケティングですよ。税資業界だったらあれですよね。だったら相続税 の相談に来たなと。で、まあ、ちょっとうちは相続はあんま得意じゃねえと。でも相続得意なやつがおると。税資がおると。だから相続は向こうの方がいいですよって紹介してあげる。で、それから取得税の中問題が出てきたらこっちに来ると。じゃあ取得税が得意やからって。個人だったら任せてくれるんです。だから芸能人に。何にもやってるからみたいな感じやったら来るっていうね、これがサンキューマーケティングっていう手法なんですよ、うん、留学の小林さんがやってるみたいな、そうですね、いろんな旅行会社とか違う留学案内会社も紹介してるみたいです、ね、とにかくもうだから同業と結構仲良くなっとくっていうのも手なんですよね、敵対あまりしない、
そして結構サンキューマーケット結構くるくる回り始めるっていうのは非常に僕はいろんな戦略にもつながるかなっていうことで僕はサンキューマーケティングをやってます。考え方としては問い合わせ、例えば僕の場合は簿記なんで問い合わせ来て、まあ、うちは大体4、5倍するんで商工会社がやってる口座の4、5倍するんで、だから最初はもうとにかく高いですよって言って、で、まあ、この間も実は電話が来たんですけど、おばちゃんから来ましたけど、あ、この人は多分買われたと思うんですよ、あったんで。サンキューマーケティングは特に自分を守るためにも使えますから、金は払わねえ、でもクレームはいっぱい言うっていうタイプいいんじゃないですか。います、うん、入れません、めんどくさいから、精神的に嫌になっちゃう、うん、お金も全然稼がないし、うん、で大抵文句言ってくる人っていうのは買わないですよね、もしくは値引きすると、うん、いうことなので、うん、それは他に回すみたいな、向こうの方がいいよっつって、向こうの方が安いからっつって、今度5月に開口しますからそっちの方がいいじゃないですかっつって振ってしまうという。でも相手はそれで結構喜ぶんですよね。あ、安いとこ教えてくれたみたいな。うん、だからここも2ステップにちょっと絡めてやっていくと。ですかね。はい。中央はですね、酒井投資さんの教材、ちょっとバーッと喋ったんで、かいつまんで喋った部分が結構あるんですけど、本当はこの2時間ぐらいでね、これ2時間ですね、2時間の DVD。で、こういう説明してる、ね、内容なんですけど、この9つにまず照らし合わせてみるっていうことなんですね。一番最初にやるべきことは。で、この9つの戦略が全部丸になったら、それは非常に当たりやすい戦略っていうことなんで、で、実行していくということですね。これが×なうちにいっちまうと、ね、例えば先生ありがとう方が×っちでやっちまうと、他の9つ、8つはいいのかもしれないけど、でも先生ありがとうじゃないから、つまり俺が営業やっちゃってるから、だから値切りをやられちゃってうまく回らんという状態になっちゃうんで、この9つをチェックして、これ酒井さんも言ってましたけど、必ず酒井さんも自分が商品サービス新しいやつをやろうと決めたら、必ずこの9つをチェックして、この9つが丸になってから結構と、丸にならないうちはやんないと、逆に先日で戦略はひっくり返すことができないとおっしゃってましたから、戦術では戦略をひっくり返すことができないという、でおっしゃってましたね。だからものすごいいい広告を作ったり、ものすごい売る従業員を雇ったりしたとしたって戦略には勝てないっていう、素晴らしい戦略には絶対勝てないということなんで、将軍がですね、将軍の実物の戦略ですから、社長ですね、うん、将軍がしっかりとこう戦略をよく心を考えて、心の切り口から考えて、それを重要に実行させると、戦術活動をさせると。で、戦術活動する人はそんなに優秀じゃなくて、はっきり言って構わないんで、戦術ですからね、手足ですから、言ってみれば、表現があるんです。ここはあんま重要じゃないと。とにかく社長の脳みそが一番重要だということをおっしゃるんですね。はい。で、大体これで9つね、このパートお話をしたんですけども、ちょっと一回これ切